はい、続きまして、振りちぎりさんです。ちょっとホッとしたいじゃないですか。いや、ホッとする暇ないよ。またもうボンボンぶち込んでるから。振りちぎりさん。振りちぎりさん。329番です。挨拶は割愛させていただきます。パッティングの質問をさせていただきます。出た。ライン読みで、カップ側から見るとストレート、ボール側から見るとスライス。どちらを重視しますか。また高麗、ベント、芝目、上り、下り、浅く、下り、浅く読む、強く打つなどパッティングの上手い小暮氏の状況にもよりますよね。括弧伏線回答の考えられるいろんな状況での打ち方、ライン読み、考え方のアドバイスをお願いいたします。エンジョイゴルファーですが一打でも減らし天狗になりたいのでよろしくお願いします。ほう、もう分かってるんですね、僕は何て言うかね、うん、そう、ライン読みでカップ側から見るとストレート、はい、ボール側から見るとスライス、どちらを重視しますか。あ、どちらを重視、僕はボールからカップ、反対は重視しないです。僕は反対から見て迷いますよ、確かにそういう状況ありますよ、まっすぐで構えたらスライス、っていう。でも打つ前に迷って打ったら入らないんで、どっちか絶対決めるんです。決めてから打つ。で、宮下さんは逆行かないですもんね。俺はもう基本逆行かないですもんね。足からジャムさんがこう言ってる、はい、パッティングの上手いやつはボールから読んだだけで、はい、奥からは読まないっていう単純な思い込みがあるからまた言っちゃったよその単純な思い込みがあるから、はい、俺はもうあの迷いたくないから、うん、そうですね、できるだけもう手前からボールからカップまでのラインを見るだけ、うん、だからもうちょっとラインが迷ったら30センチ横ずれてこうやって両サイド見る、あ、それでラインを決める、はい、だからまあそれたまに逆読む時もあるけど僕が言おうとしたのに逆読む時もある。それはしょうがないですよ、100発100中なわけは無理ですから、うん、確率だから、うん、何発って何発入ったの話だから、そうだよ、ね、だから僕は自信があるのは宮下さんよりは確率は少しいいと思う。そりゃそうだよ、お前プロなんだからそりゃプロなんだから当たり前だよ、ライン読むで、まあ、もうちょっと言うと、はい、いろんな状況で打ち方、ライン読み、考え方のアドバイス、僕なりだからいいんですよね、うん、勝手に僕があの言い方で喋ればね、うん、僕ね、ライン読みとそのカップに対してどうやって打つかとかってそれは人それぞれ打ち方があるじゃないですか、うん、だから、なんていうのかな、僕が平均して入る日を後から考えて思うと球の転がりがいいの、うん、その僕ある一定方向に球を合わせるんですけど、僕ブリヂストンのボールでこう合わせてボールにかぶせて僕合わせるんですよ、合わせ方があって、その合わせ方で打った時の模様があるんですよ、球の転がる模様、うん、その模様で、あ、今日転がりがいいか悪いか考える、で悪い模様の転がりだったらちょっと打ち方変えてる、で球の模様が良くなってきたら吸い込まれてます取り切りでしょ。まあ、線は引かないけど、そのマークをちょっとなんかやる、どういう置き方する方ですって、転がりのその残像が、あ、今日転がり悪いと思ったりとか、例えばロングパットがパーンって確かにゴロゴロゴロっと転がり見た時に、あっとか、その日、今日このグリーンだとこうなんだなとか、だってコースによってグリーンによって違うわけだし、転がりも、あと跳ね方も違うし、重さ、速さも違うし、だからたまに泥拭かないとか、あの汚れ拭かないとか言うときある。そうキャディーさんにボール拭いてもらって言ったら、その汚れのこの残像が分かんないから汚いまま行くんです。そうすると転がりが分かる。そう、あのべっちょりついてたらそれは消しますけど、うん、ちょっと汚れてたぐらいの方が球の転がりが分かる。マントリッキーだからボールキャディーさん、僕は拭かなくていいですって言って、いつもスタート前に、で本当に汚れちゃったときだけキャディーさんお願いしますって。だって別に関係ないもん、汚れてたって。そういう、あれね、小暮はそういう状況で考え方でパッティング変えたりするわけだ。転がり悪かったら変える、ね、そう、自分のその日の転がりをいつも見てれば、うん、今日は前回、あの時入った時と、あ、転がりがちょっと違うなとかっていう感じなのね。うん、転がり、回転、トリッキーすぎるでしょ、これは。まあ、トリッキーだね。だってそれ僕なりに考えたやつだから。まあいいか、そんな感じか。
でトリッキーにこだえてほしい雰囲気ありませんでした？いや、あのもうだってもう状況によりますよねっていうのは分かってるって分かってるからちょっとトリッキーにちょっと奥だって最近2500ぐらいじゃん何がスマートフォンか、まあいつものことだからさそれは全然関係ないんだけどまあっていう転がりを気にしてやってますってことでいいね転がりだけ、ね